なんか持ってる。いや、公園の鍵。あ、何持ってる？監視員への辞令。指令、監視員ブラボー16。1、今事件に関するあらゆる情報収集。UBCS の監視。戦闘データの回収。2、証拠となる施設、特に治療データを回収した医療機器等は完全に破壊。各実験体の作戦遂行能力の確認。任務終了後は指定の脱出手段を使用し、速やかに脱出。なお、監視員以外の救出。出所の分かる金品の持ち出しは現金。なんかやっぱさ、これも実験してるって感じかな。あ、銃殺されてる。あ、これもあれかな？ニコ、なんだっけ？ニコライだっけ？がやってんのかな？ここも死んでる。なんか持ってる？持ってる。いいもの持ってる。ありがとう。もらってくね。弾もらってくね。はい。これは？これかい？あれ、これじゃないの？あ、ポッチ、あっち側か。こっちがまた後で来る。あ、違う。調べたいんじゃなくて。ポッチだから使えないよね。よし。じゃあまた戻るぜ。よし。ここまで来たぜ。鍵使うよ。よし。どうなる？どうなる？あ、この先セーブだ。なんかいっぱいいろいろあるけど、ちょっと待って。違う、これ。やった！スーパーガンパウダーポイント。 ガンパウダーポイント。よし、やったね。ちょっと先に奥行きたい。あれ、どこだっけ？ 入り口どこ？イベント起こらないでお願いだから。 よし、ここじゃ。よしよし。落ち着く。あ、救急スプレーさんもある。今回救急スプレーも多いね。結構バトルするゲームだったのかな。結構頑張って避けてきちゃったんだけど。 あ、もう作っちゃおうか。これとこれで。よしよし、なんとか最後までいけるかな。でね、これで、これはしまっておいて、あとマグナムさん、あと救急スプレーさんをしまって、インクリボンちゃんはないね。よしよし、これ組み合わせて。ガンパウダー結構あるな。作るか、ちょっと。作っちゃうか？ なんか最後のボスとかがどんなやつかによるんだよな。どういう風に作ろうか。悩んじゃうな。いろいろできるからね。もうハンドガンはいらない。グレネードランチャー作るか。もうショットガンもいらないんだよな。使い切っちゃってグレネードに変えていこう。ちょっと作ってみようかな。123。123。これでさ、おっきい。あ、それじゃあ A になっちゃうか。待って、まず C を作ってみたい。やっちゃおう。これじゃん？あ、C。これじゃん？これとこれって組み合わせられる？あ、組み合わせられるか。ちょっと待って、ファイル。グレネードの弾はまとめられないのか。マグナムになっちゃうんだね。
C3 つつなげて大きいグレネード弾の弾作ろうかと思ったんだけど、いっぱいのやつマグナムになっちゃうのか。 CC でもダメだね。じゃあマグナム作っちゃおう。とりあえず1個何個できんの。まあいっぱいあるかね。あとリロードツール、どこか、これで、これを組み合わせて、このままやったらグレネード弾の弾ができて、これを3個合体させるとマグナムになるみたいな。マグナム作ってみよう。これでこう。24も嘘そんなできる。マジか、結構できるな。マグナムでいいんじゃもうでもあとちょっと、あ、ちょっと取ってこよう。とりあえずあの光ってるやつ触るのは怖いから、まだちょっと待っててね。そこでこのガンパウダー2つもらって、この2つはそれぞれ C にして、グレネードランチャーの弾にしちゃおうかな。もし3個また残ってたらマグナム作ってぶっ放していく感じで。ラスボスがどうだ、それまで取っといた方がいいかな。いやもう最悪ナイフだないけるか、ナイフで。ヘビーモードをナイフでいけるのか。これとこれで、これはそれぞれやる。あ、10個もできるすごい、これどんどん入るんだけど幅取らないからよくないよしよし、何個まで入るんだろう。いくらでも入るのかな。これでとりあえずいっぱい。あと何個、1234個、123個。一応グリーン1個取っとこうかな。よし、これでセーブじゃ。とりあえずこれでセーブして、うーし、よしよし、なんとか。あの追ってくるやつ、まだ追ってくるかな。まだ狙ってるって言ったもんね。ずっと来るのかなもうしょうがないね、うまく付き合って生きていかないと。よし、記念すべき29回目、いくぞ。あとどれだけあるかな。ここで終わりじゃないっぽいな、この広さ的に。最後はなんだ、研究所か、地下か地下にあるのか。爆発するのか、まさか。よしよし、これでなんもない。調べちゃうよ。鉄パイプ武器かな。鉄パイプどうする。テコのように使うことができる。はあ、あはは。こっち。あ、風が。あ、ここ燃やせって。ライター。ライターさん。ここで出番か。まだなあるもんね。ライター取って、ライターを取って火をつけて大丈夫かな。ぼんやりしてきちゃったぞ、さっきのまだ追われた後遺症が。ああ、これじゃ合ってる。よし、ちょっとお茶飲むぞ。
燃え終わるの早くない？燃えるの早くない？木が。あ、もういらないの。ライターソムリエでもあった。え、どうする？明かり漏れてるけどどうなる？え、なんかいけないの？明かりが漏れているけれども、え、行こう。え、どういうこと？裏から見ろって？あほん？いや、裏行けないもんな。おやおや？おや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 ？これ？鉄パイプ？あ、これ？何？あ、壊すってことね。なんか、あの、引っ掛けて、あの、開けるのかと思う。ははあ、なくなった。よし。何がある？ちゃんと潜るやつあるの？うん。紙。監視員の報告書。街で見た汚染体の耐久力は驚異的だ。拳銃弾が急所にヒットしても治療なしで数日間耐える例がある。だが発病後、かっこ病死後かの汚染体は予想通り思考能力が昆虫並みに低下してしまう。しかし死者が蘇るという嫌悪感は戦場では重大な問題だ。妖刀敵の士気の低下、撹乱に絞り、例えば捕虜にウイルスを投与して逃がす。そうして戻った捕虜が獣と化せばどうなるのか。その有効性は非常に高いだろう。ああ、生物兵器として使うってこと？汚染の激しい地域ではよく動植物の突然変異を生み出しているようだ。偶発的発生とはいえ、生物兵器開発には良いサンプルになるかもしれない。無論あんなものを連れ帰ればしないが、事前に巨大なアリゲーターの存在が報告されていたが、私は土中を土中土中をうごめく恐ろしく巨大な生物と遭遇し、命を危険にさらしている。これについては何が巨大化したのかは考えたくない。ふんふん。あ、ミミズ？土の中だとでっかいやつかな。メネシス、ネメシスに遭遇する。事前に知っていなければ奴に汚染されるところだった。また奴が市街をうろついているとなると命令が終了していないということか。奴に付け狙われて生き延びているとは。スターズの隊員はよほど生存術に長けているらしい。あ、あの追ってくる子がネメシス？ネメシスかな。ネメシスでいいのかな。初めてお名前をお聞きしましたけれども、え、嫌いです。嫌いです。あなたのこと嫌いです。え、すごいしつこいよ。いつ死ぬの？いつ死ぬのかな。いつ倒せるの、あの子は。地図？あ、もうない。これか。じゃあなんじゃ。あ、公園の鍵で、あっち行くのか。あ、これは？あ、作戦本部からのファックス。ラクーンシティは見捨てられた。我々の議会への作戦遅延工作はすでに限界を迎えている。すべての監視員は速やかに脱出せよ。明朝、米軍は作戦を実行する。町は夜明けとともに確実に消滅する。これあれじゃない？あの、核爆弾的なそういうやつ。落としちゃう？落としちゃう？そういうこと？あ、なんかある。自動受信モード。何もできない？へえ。危ない危ない。あ、じゃあラクーンシティは全部燃やされちゃうんだね。消し飛んでしまうという。うわ、来た。All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat.
All supervisors return immediately. Over. すごい。あ、いた人。今気づいた。なんか持ってる？ごめん、今気づいた。持ってる？持ってない。持ってないの。よしよし。あ、あの服見たかったな。なんか持ってるかも。I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. 進んじゃった。あ、いた。ニコーライだっけ。And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this. In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations?なんか前やったウィスカーと同じような感じ。ウィスカーは勝手にやったけど、データ収集目的みたいな。The team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. だからみんな日記書いたのかな、せっせと。Another mutant. え、誰？あれ？いつもの？いつもの人？今何したっけ？ここ入って調べただけだよね。セーブいいや。いや、戦うのか？戦うのか？じゃ行こう。いくらでもやり直せるからね。わお。大丈夫かと思ったら、すごい葉っぱが、あ、うわ。What's going on? わあ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 。え、まさかの下に行く感じ。あ、やっぱ水、芋虫。芋虫か。え、ちょっとクパーする系。クパーするし、なんか形がちょっと。やめて、そういうの、そういうこと言うのやめて。これでやるしかない。これ倒すしかない。やばい。やばいな、黄色だな。もう使っとこう。もったいないけど、これで少し走って出たとこ。あ、やばいやば、移動して出たとこを撃つ。当たってない。こういう感じ。あれ、モグラ叩き的な。ここ痛い痛い痛い、噛まれちゃう。やばいやばい、ニョロニョロしてくる。どこ？やばい、いけない。潜った。あれ、倒さなくていいやつ。あ、嘘嘘、倒さないとダメ。ここらへん出る。ボス戦か。見えない見えない。え、出てた。あ、中に入ってる、中に入ってる、中に入ってる。お、やったか。どこ行った？じゃ帰る。私は帰ると。あ、もう塞がれちゃって帰れない。ポイント、まだいた。あー、やられた。ちょっと待って、難しい。え、何するべきだった。今走って逃げるべき。え、わかんないんだよな。わかんないんだよな。でもあっちも崩れたよね今。でも電気倒すとかそういうこと、わかんないんだよな。よし、今あのなんだっけ、おっきいイモムシが出てくる前のところちょっとセーブするから。インクリボン、あ、さっきのところで取り忘れたインクリボンを1個、3個のやつを1個手に入れました。だから余裕あるからね。記念すべき30回目。よし、これで何度でも戦えるぞ。回復持ってこ。持ちすぎ。
回復持ちすぎ？足りるかなこれで。よし。なんか多分ささっきあのなんだっけ電気がグラグラみたいなあの蛍光灯かなあれ。なんていうの街灯が揺れたからなんかあれをどうにかしろってことだと思うんだよね。え、行くぞ。ある程度攻撃して。やるぞ。ここ。あ、押せんの。あ、進めるんだ。まだ。ここ、飛ばす。行くぞ。やるぞ。早め回復でね。あれ来ない。よし来た。どうなる？下がって。危ない使って。なんだなんかパターン化してるかな。飛び出してくるときと、やばい。ちゃんとこれ。あ早い。やばい。それでなんかガブガブしてくるときあんだよね。するときは抜けよ。やばい、ここ行き止まり。わお！わお！痛い。下がって。痛い、お腹押さえてる。もう使おう。大丈夫。お、あ、これ。あれを？どこあれ？あれ狙えって。これ、もったいない。狙えてる？どこにあるあれ？あ、これ。痛い！これ。これ。自分も食らった。まだある。2本だけ。危ない！あ、びっくりした。あ、焼けてる。よくジル大丈夫だったね。今踏んだけど、自分で。え、危なくない？金網危なくない？え、あ、どこに出た？どこに出た？チル大丈夫？さっきのビリビリ。え、怖いよ。強いよ。あ、危ない。これ大丈夫？大丈夫？金網どこに行った？あ、これ。え、登る。元のとこには戻れないか。うん。やばい。やっぱスリー難しい。これこっち。え、君たちと遊んでる暇はないのだよ。え、吸わないで。美味しくないよ。え、美味しそうな体してるけど、美味しくないよ。え、さっきあれ、なんだっけ。あの、ウイルスの。治療薬を打ってしまったからね。今血吸っても美味しくないよ。あ、ウイルスさの特効薬みたいなやつを打ったらあの子たちは死んじゃうのかな。ウイルスに浸されてるから。それとも治るのかね。どうなんだろう。動物にも効くのかな。どこ行くんだっけ。一回外出よう。うわ、おい、おい、びっくりした。まず君、
みんなそんないっぱいいるとは。あなたも、そしてあなたも。痛い。キック。よし、これでなくなった。そっちいるの？違う、切り替えて。あ、いた、あっちにも。すごいいっぱいいる。まあ、どう？よしよし、一回お外出よう。再配置されてた。みんなどっから来るんだい？そんないっぱい。ここはいない？大丈夫。セーブさせて。だいぶ弾使っちゃったな。作るか、また。とりあえずショットガンを預けて、回復も一個預けよう。救急スプレーで、ショットガンさん預けて、でリロードツールちゃんと、あー、どうしよう、一個ぐらい作っとくか。もうこの先はだってあれで行くもんね。いや、2個作っちゃおう。これでまだ A もうちょっと手に入るかな。これでこれ。よし。あ、なんか増えた。なんかちょっとずつ増えてくね。よし、これで OK。 で、できるだけゾンビ1匹とかだったらハンドガンでいってちょっと節約で、インクリボンさんも7個か。これで6個、あと6回。ふう、まあなんとか。めっちゃセーブしてる。よし、記念すべき31回目。よし、いくぞ。これで、あ、まあ最悪あれがあるか、あの爆発するやつ。あんまりでも使い勝手良くなさそう。これマインスロワーさん、危ないんだよな、こっち寄ってくるときに自分も当たっちゃうから。よし、行くぞ。お茶。ふう、お腹減ったぜ。やば、もう7時半。結構やったな。今どれぐらい？もう終わりの方かい？いける今日。いや、もう一日挟むかもしれない。よしよし、こっち。結構ボス戦が大変だね。あんまりさ、なんかああいうボス戦って少なかった気がする。バイオの1とか2は、あの、なんだっけ、でっかいヘビぐらいだもんね。あとタイラントさんぐらい。よしよし、ここいるんだった。あれ、こっちだっけ。あ、違うわ、こっちじゃない。反対側。よし、あの通路も多分また生まれてるんだろうな。ハンターさん生まれる？ふう。いやー、3は結構難しいよ、やっぱ。私だけこんなに難しがってるの。でもやっぱさ、1とか2に比べたら圧倒的に難しいよね。なんかこれから初めてバイオこの難易度でやりましたって人だったら結構難しくない？なんかすぐ弾とか使い切ってもう積んじゃってそう、この辺で。来るかい？来ないかい？よし、やれる。あ、ちなみに今日は野菜と豚肉の炒め物だから。また簡単なやつなんだけどね。
よしよし、すぐできるから大丈夫。よしよし、ニンニク醤油炒めにするよ。あれ、こっちが、ここでしょ。あ、持ってきてる、リロードツールしまった。よしよし、はい、まあまあまあ、持ってきちゃったぜ、リロードツールさんを。どうなる？あそこはドアか。誰かいる？いない。この静けさ怖い。なんかない？なんもない？絶対なんかある。わっ！え、ま、そんな、やめて、ジルの、ジルの、ジルを下から狙うのやめて。なに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 。